今までで一番気持ちよかったこと、今まで一番気持ちよかったことはやっぱライブの後が一番気持ちいいっすよ。やっぱ人生セックスよりも気持ちいい。ライブとかのライブ終わった後とかってセックスより気持ちいい。でその後にセックスしたらもっと気持ちいい、もっともっと気持ちいい。くさ、先生を好きになってしまったのですが、どうしたらいいと思いますか。うん、もうそれは先生のあそこだ。もう先生のあそこをもうわしづかみにして、もうこれしかないでしょ。彼女が A カップなのに Z カップと言い張ります。どうすればいいですか。それはもう彼女が A カップなのに Z カップって言い張る場合はあれやね、もうそれは Z カップでいいと思う。もうそういう女に対してはもう乳首をめちゃくちゃこう引っ張るよ。めちゃくちゃこう乳首引っ張って、もう乳首だけ Z カップにしたがいい。世界一長い乳首、世界一長い乳首。マジ面白くね俺の会話。終わった。今日も終わった。みんな暖かくてよかった。乳首から母乳がビュッビュッ出ちゃったよ。マジやばい。こんな25歳にならないでください。めちゃくちゃ子供です。銀ちゃんの発想おもろいね。ありがとうね。ピンタが登場。ぶち上げきたぞ。調子はどうだ。えい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 。エビバーディーボッキーちゃん。もうすぐ今日が終わる。やり残したことはないかい。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたかい。唐揚げを食べたかい。その後ピザ食べたかい。ピザと食べるときに飲み物、コーラが一番たい。チャンネル登録してね。何を言いに来たかというと、僕知ってるんですよ。あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ。チャンネル登録してくださいよ。お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。チャンネル登録者数が増えれば増えるほど、モチベーションが上がって、面白い動画いっぱい作るけ。頑張りますよ、僕。お前らはこれぐらいせんと構わんやろ。よろしくサンキュー。Deixa a boca local.